けど楽しいって思えるようになってきてで歌はもう元気ももらえるし楽しくできるっていうのは最近なんですねでそれななぜかっていうと歌の番組に出たりすると時にはもう、ま、持ってるマイクが震えるぐらい上がってたりするわけ上がってるわけですよで上がっちゃうっていうのはもう真っ白になっちゃうわけですよね。 だけど緊張してるっていうのは自分で緊張してるって感じるってことは緊張なんですよ上がってるのとは違うんですよねこれ何なんだろうってずっと分かんなかったのである日あの長い間続けてた時代劇があってその時代劇をこれもう10年以上やってるのにななんだか心臓がドキドキキしてるのなんでこんなに上がってんのかしらって自分で嫌になっちゃってそれでふっと思った時ああ うまい芝居やっっっててせよとと思思るたつまり自意識過剰に気づいたんですよそれでもしかしたら歌もそうじゃないかなと思ってあんまり出る機会ない場所に出る時ってやっぱりみっともない態度だ出せないしちゃんと歌えなきゃダメよねっていうその自意識過剰がね <laughs> 働いちゃってそれで上がってたんだって。 だから私ね今回の聞いててもう最初に聞いた時に絶望しちゃってダメだなこれ絶対うまくいかないよねみたいになってたでしょで、うん、今レコーディング終わってそれでほっとしたんですけどそしたら今度は欲が出てきちゃってまだやっていかなきゃダメよねってなっちゃったんですよこれ不思議なんだけどあと10年は生きられるわねって思っちゃう。た10年じゃないですね <laughs> 生きられるわね そのエネルギーが湧いてくるのが、家事名句ですよねあ。そうですか、はいはい。逆境になればなるほど、強い <laughs>。この、あの、今回の。歌の中にも、いろんな詩が、あの、ありますけど。あの、女。一人歩いていくとか、うん。増村監督の詩ですよね。増村先生のね、あの曲って。はい。はい もう私いろんな方にあのこれ松村先生が書いてくださったんだけど曲つけてくれませんかっていろんな方に言ったんですよもう全員ダメでしたねとてもじゃとんでもないってみんな尻込みしちゃって誰もつけてくれなかったで, <laughs> で今回別に私特別審査に頼んだわけではないんですよねただこういうものを私は持っててでもしあなたがあの気が向いた時に あの,あの音をねつける気になった時につけてねってずいぶん前にお渡ししてたの<ー>そしたら今回やる時に「こう音つけます」って、あのー、言われて、はい、もう感動しましまたね、うん、えーってそれが多分知らないことの面白さじゃないですかね。こう 萎縮しないんで。だから、あの変な話、僕、はい、あの、めいこさんの作品。はい、その、もちろん見たものもありますよ。はい、だけど、意識的に見ないようにしてるんです。あ、そうなの?。はい。それは見ちゃうと、すごいに決まってるし。<laughs> ファンになっちゃうじゃないですか。はい、はい、はい。だけど、僕が知ってる、めいこさんも。いっぱいあるわけで。 あのこの方が赤ちゃんの時に私抱っこしてる写真があるんですけど <laughs> この方のお父様が私のレコードを担当してくださっててでこんな可愛い子が生まれましたって私に店に来てこの人は3歳ぐらいの時ね私の周りに同い年ぐらいの,あの子供がいっぱいいたんですよ。で私子供が好きなんでそれで例えば動物園とかね あのそれこそサーカス見に連れてったりねいろんなところ連れてってるのでその時その他の3人も連れてってるんですけどもうね一人だけ暗いもうねこれが子供なのか3歳のっていうぐらいで何にも要求しないしで、ね、喋らないしで、ね、大丈夫なのかなこんなに暗くて,って。 もう本当にね大丈夫かと思ったらもう立派に育っちゃってるんで <laughs> びっくりしましたよ。暗いんんですよ <laughs> <laughs> そんな赤ちゃんの頃から知ら知れてると <laughs> いやでもだからこそおそらくこう,こういうアルバムとか前作もそうですけど <laughs> あの僕以外多分書けないんじゃないですかね。 これあの自分が偉いとかそういうことじゃないですよ。いや偉いと思った<の>私。いやいやいやあの知ってる部分が他の方とは多分違うと思うので。歴然と違うのはあの前回のアルバムは僕がカカジメコになりきってというとあれですけど僕の思うカジメコが。 鍛冶を僕の中に取り込んで要はシンガーソングライターみたいな感覚ですねこうもう一人称としてダーンっていうそれで自分自分身が過去を振りり返ったすするわけで,すで久しぶりのこう作品だっていうのも前作はあってあの過去を振り返ることをこう悲観的に思うんじゃなくてあのすごく微笑ましく過去を振り返るというか。 っていう意識があったんですねで今回はあの、ま、真逆ですこ,うこの34年を過ごした中でまだ生きてる僕たちはっていうその喜びと希望ともうちょっと頑張りましょうよっていう思いを込めた一枚なんで実はちょっと真逆だったりします,すっごい面白いなと思ったのが「星空ロック」。

いやこれめいこさんが歌ったら面白いじゃんっていう感覚で出せちゃうので <laughs> それが強みですねだからあれ最初私拒否したんんだもん <laughs> でも本当はねあの弱いあの女性もねやってみたいなっていうのは本音なんですよ。見たいですねでもそういういわゆる女を意識したような、うん、あの役をね、うん、私には くださる人いないんで。なるほど。まあ、でも。出てった時に、その蟹目英子さんで出てた時に。弱々しくやってもダメならば。とことん強いの女で、生き抜こうかなとは。思ってますけど。なるほど。ほどうん。諦めました。あ<め> <laughs> そこは。とうに諦めました。<laughs> <laughs> あの、今。自分の年齢のことを考えると。 とてもじゃないけどこんなことは夢のようでもう叶わないだろうと思っていたことが実現できてそれで素晴らしい作品になっててでしんちゃんも本当に頑張ってくださってで石飛さんも素敵な記事を書いていただいて元旦早々もう本当に今以上幸せはもう来ないだろうというぐらいもう幸せですもう本当にその言葉しか出ないぐらい。 頑張ってきててかっったなっていうのがもう実感なのでもうこの作品はあの本当にできるだけ一人でも多くの方々に配信から始まりますけどあの聞いていただきたいと思ってますしそれからあの、まあ、自分ではちょっと大げさなんじゃないかなと思ってたんですけど本当に世界の人たちがあの 待っててくださるるいいう方たちが多々いらっしゃるんですねそれで今ロンドンでも私の昔の50年前のアルバムをあの今復興させていただいてでロンドン初からその世界配信になってるんですけどそれをこの間あ,のあるあのイベントがあってそこに行った時にもう早速そのロンドンの買ってこれサインしてくださいって。 あの私が車から降りるのを待っててくださるファンがいるぐらいでもうこんな幸せなことは今ないと思っててで,ですからもうここの今のこのアルバムからまた元気をいただいて私はもこの先絶対10年は生きてやろうと内心思ってます。内心だけけも言っちゃいましたけど ですからとにかく今のこの幸せが壊れないように本当にもうゆっくりでゆっくりでも何焦ることもは走ることも何もなくゆっくりじっくり一人でも多くの方に聞いていただくまで頑張りたいと思いますので是非皆様あの聞いてください。よろしししくお願いいいたたまますありがとうございました